今夜は以前書くと言ったマサさんの元で行った修行の話、傷の話を投稿した後すぐに書いたのだけど、俺の文章力の問題であまりに長すぎたのでアップしなかった。内容も少々問題があるし、かなり削って修正したけど、それでもかなりの分量になってしまったので2部に分けました。毎度のことながらツッコミ無用ということで、話はマサさんの結界の地にいた頃に戻る。マサさんのところにいた晩から俺たちは毎晩のように霊現象に悩まされていた。日没を過ぎるとざわざわとした気配と声が聞こえてくるのだ。何を話しているのかはわからない。夜が更けてくるにつれ気配はだんだんとはっきりとしてきて、やがては肉眼でも見えるようになってくる。それは壁を這う黒い虫のように見える時もあれば、透明なもやのように見えることもある。3時頃をピークに増え続け、部屋を埋め尽くすのだ。部屋を埋め尽くす虫は俺たちの体を這い回り、皮膚の下に潜り込んでシャリシャリプチプチ音を立てて俺たちの肉をむさぼる。むずがゆいが痛みはない。絶対に見るなと言われていたし、恐怖のために固く目を閉じていた。自分の体が食い尽くされ骨にされたと感じた時に、夜が明けて虫どもは消えてゆく。日の光にさらされてやっと安心して俺たちは眠ることができた。そんな恐怖の夜は俺たちを急速に消耗させた。しかし短期間で肩がつくはずの除霊は予想に反して長期化した。俺たちは呪いの井戸に精気を吸い取られ続けていた。このままだと抵抗力を持たない俺たちの方が生き量の主よりも先にアウトだ。マサさんが依頼者に修行を施すことは基本的にはない。危険を伴うし、異界を除き足を踏み入れた者は二度と元には戻れないからだ。しかし俺と P の消耗具合から修行を施すにもタイムリミットが近かった。マサさんは俺たちに選択を迫った。このままだと俺たちは持って1週間、それまでに除霊が完了すればよいが、それは望み薄である。このままだと井戸に飲み込まれるか、結界から出て取り殺されるかしかなくなる。この地に留まって除霊の完了を待つには、俺たちに修行を施して抵抗力を持たせる必要がある。しかし一度修行を行えば、一生こういった霊的トラブルから逃れられない体になる。どうするか、と。その時の俺たちに選択の余地はなかった。俺たちは修行を選んだ。修行の第一段階として、俺たちは呼吸法をレクチャーされ、徹底的に反復させられた。詳細は省くが、第一は、ゆったりとした呼吸法。ひたすらゆっくりと頭のてっぺんから背骨を通して息を吸い、尾骨に溜めて息を止め、背骨を通して頭のてっぺんから息を吐くというもの。呼吸、停止、呼吸をそれぞれ同じ時間かけて行う。通常は各1分間で1足3分間、10足ができるようになるまでこれだけを続ける。熟練者、例えばキムさんはこれを各2分間で5足行えるらしい。尾骨に精神集中し、決められたイメージを描き続けることが必要だが、呼吸の苦しみでイメージを保つことは極めて困難である。ほとんどのものは1分間に達する前に挫折するらしい。時間のない俺たちは各30秒で20足できるようにと言われた。俺は肺活量が最盛期 6000cc 近くあり、安静にしてだったら息をいっぱいに吸って3分間は息を止めることができた。しかし精神集中とイメージをしながらの呼吸法は想像以上に苦しく、各30秒
20足を行った後は激しい頭痛と吐き気に襲われた。第2に、激しい呼吸法。眉間に精神集中をしながら、両の鼻孔で25回の呼吸をできるだけ早く深く繰り返し、完全に息を吐き切ったら、喉、腹、肛門を締める三段締めを行う。限界まで息を止めたら、両鼻孔で息を吸い、息を圧縮して限界まで保持する。限界に達したら両鼻孔から勢いよく息を吐き、再び25回の素早い呼吸から始める。これを30回行う。これは過呼吸のせいか、頭の中や目の前がチカチカしてきてきつい。そして第3の、逃れの呼吸法。呼吸や心拍が限界に達してやばい時に行う。鼻から腹式呼吸で丹田に息を下ろし、下腹で圧縮する。圧縮をかけながら下腹からゆっくり息を抜く。これは空手などでスタミナが切れ、息が上がった時に行う呼吸法に非常によく似ている。マサさんの修行法は武道や武術の応用が非常に多いのが特徴なのだ。ガキの頃から運動バカだった俺は、P よりもかなり早く条件をクリアできた。俺は先に第二段階に進んだ。俺は第四の呼吸法をレクチャーされた。丹田と尾骨を連結させる呼吸法。下腹を引き締め、両尾孔から息を吐き切る。右手人差し指を眉間に当てて、親指で右の尾孔を閉じ、左の尾孔から首から尾骨にかけての背骨に息が満ちることをイメージして息を吸う。限界まで腹に力を込めて細くし、限界になったら中指と薬指で左鼻孔を塞ぎ、右鼻孔から吐き出す。今度は右鼻孔から息を吸って同様に細くし、左鼻孔から吐き出す。これを左右交互に3回ずつ繰り返すのだ。マサさんは俺に、明日から3日間道場にこもる。これを飲んで寝ておけ。と、ボトルに入ったどす黒い色をした妙な味のする茶を飲ませた。横になると俺はあっという間に眠りに落ちていった。翌朝、日の出とともに叩き起こされた俺は、マサさんとともに道場に入った。第二の激しい呼吸法を終えると、マサさんは俺にパチンコ玉ほどの大きさの黒い丸薬を飲ませた。セイロガンによく似た匂いで辛い味のする薬を飲んだ後、第四の呼吸法を行う。第四の呼吸法を行ずると、体温が異常に上がり、心拍も相当速くなる。発汗もものすごい。しかし、その時の熱は異常で、炎の中に放り込まれたかのような暑さだったが、汗は一滴も出なかった。マサさんは俺に着ているものをすべて脱いで、床に横になるように指示した。横になると、第一のゆったりとした呼吸法を各10秒で行った。ある程度の停止時間を取らなければ行は進まないが、呼吸のリズムが狂うと失敗し、命に関わるということだった。マサさんは俺の眉間に親指を当て、俺の呼吸に自分の呼吸を合わせた。やがてマサさんの親指が触れている眉間の部分と尾骨のあたりが熱くなりだした。しばらくすると尾骨のあたりにもぞもぞとした感触が生じ、それは激しくなり、何かが暴れ始めた。その暴れる熱を持った何かは、やがて俺の背骨を這い上がり始めた。呼吸法で補足しているときに、それはぐぐっと少しずつ這い上がってきた。やがてそれはマサさんが親指を押し付けている眉間の位置まで上がってきた。それがマサさんの親指に触れた瞬間、俺の背骨を貫いていた熱の塊はスーッと消えていった。同時に俺の体温はまた一段と上がり、まるで燃え上がったかのようになった。しかし不思議なことに、熱を発しているのは首から下だけで、
首から上に異常はなかった。肩で息をしながらマサさんは俺に茶を飲ませ、そのまま呼吸を保つように指示した。俺は呼吸法を続け、やがて意識を失った。翌朝目覚めた時、体はまだほてっていたが、嘘のように熱は引いていた。昨日と同じように呼吸法を行じた。第四の呼吸法を行う前に、絶対に噛むな、と言われて、べっこう飴のような黄色い飴で、薄く包まれた薬を3粒と、100cc ほどの水を飲まされた。第四の呼吸法を行っても、その日は体が熱くならなかった。横になって第一の呼吸法を行っていると、急に悪寒が襲ってきた。マサさんが、寒いか、と聞き、俺が目で楕円ずると、昨日と同じ手順でマサさんの処置は始まった。ただ違ったのは、俺の背骨を這い上がってきたのは、今度は氷のように冷たい何かだった。その冷たい何かは眉間の位置まで到達すると、前日の熱と同様に俺の背骨の中から消えていった。その後に襲ってきたものは、そのまま凍死してしまうのではないかというくらいの寒さだった。マサさんは前の晩よりも疲労困憊した様子で、俺に茶を飲ませた。俺は呼吸法を続けながら意識がなくなるのを待ったが、落ちるまでかなりの時間を要した。翌朝目覚めた時、俺の体はそれまで経験したことがないほど軽く感じられた。第一の呼吸法の要領で呼吸をすると、背骨の中をスースーと冷たい風が通り抜けるような感覚がした。そして頭の中にキーンと耳鳴りとは違った甲高い金属的な音が響いていた。ただ音といってもそれは耳に聞こえるものではなく、あくまで頭の中に響いているのだ。音は視線を動かしたり何かを集中してみると音色や音の強さが変わるようだった。強く集中すればするほど音は大きくなった。俺が面白がって音を試していると、マサさんが道場に入ってきて、俺に声をかけた。これからが本番だ。もう後戻りはできない。失敗すれば命に関わる。確率は五分五分。集中してくれ。マサさんは俺に赤黒い色をした丸薬を飲ませた。鉄臭い匂いが口の中に広がる。次に濃い茶色をした熱い飲み物を湯飲みで一杯。これは俺にもすぐ分かった。少し他の味も混ざっているが、高麗人参茶だ。そのまま横になって30分ほど待つと体がポカポカしてきた。するとマサさんが俺にうつ伏せになれと言う。俺がうつ伏せになると、マサさんはいきなり俺の尻の穴に指を突っ込んできた。何を？マサさんの太い指が俺の菊門を探る。そしていきなり親指を尾骨の上あたりに当てて、テコの原理でゴキッとやった。尾骨から背骨を通って電撃が俺の脳天を叩いた。あまりの痛み、ショックに目の前に星とも雷ともつかない光がスパークした。マサさんはそのまま腰から首にかけて背骨に沿って灸を添え、灸が終わると俺を仰向けに寝かせて体の前面に針を打った。打った針の頭に灸をつけて線香で火をつけると、呼吸は自然にしてケツの穴を閉めながら眉間に意識を集中しろ。と言った。マサさんが指を置いた眉間の部分に意識を集中すると、濡れた指でワイングラスの縁をこすった時のような音が頭の中に響いた。集中度を高めると音は高音になり大きくなった。やがて目をつぶっているのに眉間の部分に白い光がポツポツと見え始めた。光は徐々に大きくなり強くなり、
視界のすべてを覆った。光の眩しさに耐えられなくなった瞬間、頭の中に大量のガラスを一度に叩き割ったかのような音が響いた。すると背筋に沿ってゾクゾクするようなものすごい快感がゆっくりと登っていった。射精時の快感などまるで問題にならない強烈な快感だった。快感の塊が頭に達した瞬間、ものすごい爆発音を聞いた。俺は意識を失った。どれくらいの時間が経ったのだろう。横に目をやると疲労困憊したマサさんが倒れていた。俺もひどいありさまだった。腹や胸にはものすごい量の精液がこびりついていた。あの強烈な快感を感じている間、俺は何度も射精を繰り返していたようだ。顔の皮膚も突っ張る。大量の鼻血と精液の一部が乾いたものだ。目が覚めてしばらくするとマサさんが起き上がって俺の体から針を抜いた。針を抜き終わるとマサさんは、シャワーをよく浴びて眠れ、目が覚めたらここに来い、と言った。本宅に戻ってシャワーを浴び、鏡を見た俺はげっそりと肉の落ちた自分の姿に驚いた。70kg から60kg ほどまでに激減していた体重は、3日間何も食べていなかったせいもあったが、55キロをわずかに切っていた。さらに翌朝目覚めた時のショックは大きかった。全身の毛が抜け始めていたのだ。来た時に剃り上げられたのが、伸びて黒くなり始めたばかりの頭髪はもとより、胸毛やすね毛、陰毛まで3日ほどで全て抜けた。残ったのは眉毛とひげぐらいか。抜けた毛はすぐに伸び始めたが、ガリガリでつるっぱげの自分の姿を鏡で見て、俺は大いにへこんだ。俺は前日のマサさんの指示通り、動揺する気持ちを抑えて道場へ向かった。マサさんの正面にあぐらで座ると、マサさんは俺の目の前50センチくらいのところに手のひらを広げた。マサさんは俺に、何が見える？と聞いた。マサさんの手のひらが何か透明なベールのようなもので包まれているのが見えたので、そう伝えた。これはどうだ？顔に熱気を感じたので、熱いですと答えた。その次は冷気を感じたので、冷たいですと答えた。マサさんは特定の指から発する気を長く伸ばしたり、気の色を変えるたびに、これはどうだと聞き、俺はそれに答えた。ふうと息を吐いてから、マサさんは俺の肩を叩いて、よかったな、成功だと言った。マサさんは俺に様々な注意を与えた。最も重要なものは、丹田から気が溢れても尾骨に気を流し込んではいけないというものだった。ヨガの行者などは呼吸法やその他の行で集めた気を尾骨に目一杯溜め込み、気道を一気に駆け上がらせるらしい。しかし、自戒や瞑想、宗教的な行を収めて煩悩を滅却してからでないと、気が滞り、発狂したり命を落とす危険があるらしい。マサさんの行った処置は、丹田に気を取り込むために、気道を開けるものだった。気道を開く作業は、通常の修行により安全を確保しながらだと、最低5年から10年かかるらしい。しかし、それを短期間で終わらせるために、危険な薬物を使い、鍼灸により経絡を操作し、無理やり気道に気を送り込むという博打を打ったのだ。個人の丹田の強さ、キャパシティにもよるが、丹田に溜め込める気の量には限度がある。日本人は丹田が異常に強い民族らしい。それに俺は空手やその他の力を使うスポーツをいろいろやっていた。大きな力を出すとき、手足の筋肉や腹筋、背筋ではなく、
丹田を特別な訓練もなしにしっかり使っているのは、マサさんが知る限り日本人だけだそうだ。俺の処置が成功したのは丹田が強かったからだということだ。丹田から溢れた気は性器の付け根を通って尾骨に導かれる。尾骨に導かれた気が臨界量を超えると爆発的に背骨の中の軌道を駆け上がるらしい。しかし世俗的な煩悩にどっぷり使った通常人にとってはそれは命取りになるので避けなければならないのだ。ただ一つ尾骨から溜まった気を抜く方法がある。それは女と交わって精を放つことだ。尾骨に蓄えられる気は性エネルギーなのだ。尾骨から気が背骨を登った時、俺が強い性的快感を感じたのはそのためらしい。多くの宗教で修行者にとって姦淫が禁戒となるのは悟りに必要な性エネルギーの損失を防ぐ意味もあるらしい。だが裏道を行く者はどこにでもいる。女と交わって性エネルギーを奪い取って取り込む技法が存在する。いわゆる傍中術だ。性器を通して女から盗んだ気を丹田に送る。だが性欲は人間の持つ煩悩の中でも最も強いものの一つであり、気の上昇時に命取りとなりかねない諸刃の剣である。それゆえに邪道、邪法とされるらしい。また、直接尾骨ではなく丹田に気を送り込むのは、女は性エネルギーイコール生命力を本能的に引き込む力が強いからだ。気の漏出を防ぎ、溜め込んでおく力の弱い尾骨に接続すると、逆にエネルギーを奪われてしまうのだ。ヨガの行者や傍中術を使う連中は、性器の付け根を通して丹田から尾骨へ気を圧送するらしい。性器の部分は気を性エネルギーに変換して尾骨に送るためのポンプの役割をするということだ。俺はマサさんに女から性器を奪う技法についてもレクチャーを受けた。その時注意されたのは、同じ女と行う時は行為の間隔を1週間以上空けること。週1回のペースで3ヶ月行ったら次に行うまでは6ヶ月以上空けることだった。俺はマサさんの話をあまり本気で聞いていなかったし、傍中術の話は眉に唾をつけて聞いていた。ただシャバに戻ったら絶対に試してやろうとは思っていた。シャバに戻った俺は郷里を離れる前、天涯でもよく会っていたおきにの風俗場の部屋に転がり込んだ。前に書いたように勢力を抜き取られる時の快感は非常に強く、その快感に飲み込まれた状態を色状況という。俺はマサさんにレクチャーされた内容を当時21か22だったその子で試した。傍中術の話を聞いた彼女もやると乗り気だった。彼女の中に挿入してしばらくの間、彼女は余裕だった。クスクス笑いながらクイクイ締め付けたり腰をくねらしたりして俺を責め立てた。しかしマサさんに習った方法に従って動員を仕掛けた瞬間、様相は一変した。急に余裕がなくなって激しく喘ぎ出し、あっという間に行ってしまったのだ。彼女曰く、今までに感じたことのないような強い快感が信じられないくらい長く続いたというのだ。言ったことはあるが、あんなにすごいのは生まれて初めてだと。ここで俺は大きなミスを犯した。マサさんの警告を無視して彼女の求めるままに再度そのまま交わってしまったのだ。それから一週間、彼女はまさに色状況だった。明らかに疲労困憊しているのに何度も何度も俺を求めるのだ。俺が動員をかけずに交わると気が狂ったかのように、あれやってよと迫るのだ。彼女は仕事を休み、飯を食う時間、寝る時間も惜しいといった感じで俺を求め続けた。一週間目の朝、同じベッドの中、隣に眠る彼女を見て俺はゾッとした。
剥きたてのゆで卵のようだった彼女の肌は張りをなくし、目尻にシワが生じていた。弾力があってプリプリとした感触だった自慢の乳は、張りを失ってふにゃふにゃした感触になっていた。そして何より衝撃的だったのは、綺麗なダークブラウンの髪の根元が明らかに白髪となっていたことだ。俺は目を覚まし、また俺の体を求めようとした彼女に、仕事の斡旋で人に会う約束がある。今度は店に行くから、またな、と言って彼女の部屋から逃げた。数日後、彼女の店に電話をすると、過労で倒れてしばらく休むということだった。数週間後、郷里を離れてから彼女の部屋に電話したが、その番号はすでに使われていなかった。店に電話すると彼女は退店してしまっていて、結局それっきりになった。俺はそのことがあってからヨガや密教関連の書籍を何冊か読んだ。マサさんの呼吸法はヨガのものに非常によく似ていることが分かった。性エネルギーの話も疑問点は多々あるも、合致する部分は多いと思った。そして最も驚いたのは、後に有名になったヨガ密教系のあるカルト教団の存在だった。その教団の教祖や幹部は、大金を取って何百人もの信者にマサさんが行ったのに似た儀式を行っていた。マサさんの儀式を受けた俺だから言える。あの儀式は、術を施す者の気力、生命力を根こそぎ消耗させるもので、一人に施すにも多大なリスクを伴う。受ける者、施す者、双方にとって命がけのものだ。適正に欠けた P は結局他の術を受けている。万人に通用する効果があるものではないのだ。だが他方で教祖は身の回りに何人もの女性幹部をはべらせ、こう設けていた。死刑判決を受け、拘置所にいる彼は発狂した状態だと聞く。案外、彼の教団で行っていた行は、全くのインチキというわけではなかったのかもしれない。後に住職に聞いた、行をかじった信者が、魔境に落ちた新興宗教団体の一つに、彼の教団も含まれていたからだ。彼は多数の女性幹部を利用して傍中術を行っていたが、その強い煩悩により自滅し発狂したと考えると、俺には納得できる点が多いのだ。今日はここまでにする。続きは後日に。